結婚を本気で考えてたほどの人だったけど、レストランでの食事が原因で冷めた。結構高めの店に誘われて行ったんだけど、味が正直に言ってまずかった。こんな高い店で、なんでこんなまずいんだと思いつつ、クレームつけて、店の雰囲気を悪くするわけにいかないから我慢した。我慢しても3分の1も食べられなかったが。けど、それを美味しい美味しいっていう彼女を見て価値観違いすぎ。って感じた。この人と結婚したら、毎日、こんな飯食わされるのかと。彼女はどうしたのと心配してくれたが、お前の舌こそどうなってんだと思った。それからは、もう、全然興味がなくなってしまって別れた。ただ、金持ちの娘なんで、引く手あまただろうから罪悪感とかはない。スパッと切ることができたのが幸い。後日談。それから数年後、別の人と結婚して、偶然にも同じレストランに誘われた。どうしたもんかこれ、と思いつつメニュー眺めてたら、シェフとオーナーみたいな人が謝りに来た。数年前に来た俺のことを覚えてて、あの時のことを謝ってくれることに驚き。しかも、味が悪かった理由が、料理人の一人が、当時俺が付き合ってた彼女のことが好きで、俺に対して嫉妬してたからというアホみたいな理由。特に怒ってなかったから、別にいいよと言うと、ワインをサービスしてくれた。高い店ってのは、こんなにもレベルが違うのかと思った。当然、料理もすごく美味しかった。K在住の既婚の俺の修羅は、明日東京出張で実家に泊まって土曜に戻ってくる予定。妻が妙に友達とでも飲んできたらというので、昔の彼女と久しぶりに会うことにした。と思ったら、妻も昔の男と会う約束をしていたこと判明。メールでやり取りしてるから、新幹線のチケットを男にもらっていたことや、レストランの場所、予約時間、大人2人分でシティホテル予約していることすべて分かってしまった。明日ホテルで待ち伏せして、妻子持ちの男をとっ捕まえて、そいつの奥さんにもバラしてやる予定。とりあえず、自分の昔の彼女との約束は延期したので、自分の嫁を尾行しようとする。食事の予約は8時半となっていたので、8時10分頃から、お店の入り口からが見えるところで見張りました。が、40分になっても現れない。いつも、俺との約束の時は時間通りに来て、遅刻する俺に怒るのに。さては巻かれたか。気を取り直して、11時チェックイン予定のホテルまでテクテク歩いていく。金曜夜だってのに何をやってんだと思いながら、20分ほど歩いてホテル着。上の階のロビーまで行き、フロントの位置、エレベーターの位置、待ち伏せする間自分が待つソファーの位置確認。お店を出るくらいの時間に出口で待ち伏せようと思ったが、巻かれた上に先にホテルにチェックインされても困るので、このまま2時間ほどロビーで待つことにする。しかし、ロビーでずっと待つのも辛いので、バーで軽く飯を食って飲みながら待つことにする。一応、フロントに予約キャンセルになっていないことを確認してから、ラッキーなことにエレベーターを降りてくる人が遠くに見える席。しかし、金曜夜だからか、不倫っぽいカップルがいるいる。畜生、うちの嫁もこの仲間か？いっぱい30分くらいずつと、ゆっくり時間を潰し、ひたすら待つ。一人で、こういうバーで過ごすのはあまり慣れていないので、時間の経つのが遅い。10時半、そろそろ、ロビーの方で待つか。一応、もう一度フロントにチェックインしたか確認して。ついでに、嫁宛てのメッセージを入れておく。これで、万一こっそりチェックインされても、釘が打てるはず。エレベーターからは、見えにくいところに座り、ロビーで待つ。そろそろ11時。お店が10時ラストオーダーだから、もう少しで来てもおかしくない時間。と、その時。来た。手は握っていないが、しっかり二人で来ている。そのままフロントへ。
高まる心臓の鼓動を抑えながら、カバンを持ち、後ろから近づく。ただ、バーで飲むつもりだったという言い訳をさせないためにフロントで、チェックインの手続きをし始めたのを見計らって、声をかける。待ちくたびれたぞ。させないように、フロントに。びっくりした嫁の顔、どぎまぎしてる男。とりあえず、嫁をロビーに連れて行き、話をする。俺、何やってんだよ。嫁、なんで、こんなところにいるの？どうしてわかったの？俺、メール見た。嫁、やっぱりね。少し逆切れ気味。嫁、こういうことだから、私が悪いのよ。俺、そんなのメール見てりゃ、わかるわい。嫁、どうするつもり？俺、道理で、妙に、俺に、せっかくの出張だから、友達と飲んだらなんて言うわけだ。俺、とりあえず、男の方を連れてくる。俺、男に自分のやっていることの意味が分かっていて、その結果に対して当然責任持てますよね。俺、とりあえず二度とこんなことが起きないように、あなたの奥さんにも連絡させてもらいますよ。男、それは自分としても覚悟ができてますし、しょうがないと思ってます。嫁、私が悪いんだから M さんは関係ないでしょう。俺、どうして男をかばう？関係ないわけないだろ。新幹線のチケットまで送ってきておいて。嫁&男。ここで自分の弱さ露呈。男、うちに連絡していただいてもしょうがないです。嫁、少し酔っていて言ってることが話の流れと噛み合ってない。だいたい京 H 君と飲む予定だったんじゃないの？俺、若正直や、H とはもともと飲む予定はなかった。俺、D と飲む予定だった。嫁、誰 D って？俺、だから昔の。嫁、思い出したように信じられない。俺、信じられないのは俺だよ。実は、自分も少し酔っ払っている。小餅焼いている嫁が可愛く見えてきた。俺は別れるつもりはないけど、二度とこういうことが起きないようにするのが一番大事なんじゃないかと思うんだよ。おいおい、それでいいのか？俺、男にとりあえず自宅の電話番号を教えてもらえますか？しばらく間。男、わかりました。俺、今度、こういうことがあったら、連絡させてもらいますよ。俺、だいたい今日は週末なのに、どうやって外泊するつもりだったの？男、研修って言ってきました。俺、研修ね。それ使えるかも。また話が変わって。嫁、俺に向かって、今日はどこに泊まるつもりなの？俺、内心お前とここに泊まるに決まってるだろ。男、お二人で泊まってください。と言いながら消えていく。俺、とりあえず、疲れかから部屋入ろうぜ。ということで、浮気は未遂に終わらせ、代わりに自分がやりました。今は、とりあえず普通に戻りつつあります。自分が思っていた修羅場にはできなかった。弱いです。